昔夢見ちゃった。さちゃんはね、なんかね、何食べたの？さちゃんに何か聞いてるもんね。はい、ごめんごめん。はい。行こう行こうさ、向かい行こう。サイコさん、はいはい、行こう行こう。サイコさん、サイコサイコ、お待ちどうさま。お待ちどうさま。さっちゃん、行くよ。はい。今日はね、上開けといたんだよ。さっちゃんが上がりやすいように先に開けといたからね。中に食べたもんね、一回だけね。ありがとうございます。おじいちゃん、おはようございます。今日は 朝寝坊して、あのいつまでも寝てましたって、ね、夜はね、起きて
してたもんね、ずっとね、さっちゃん。今日も一日いい日になるように見守ってください、よろしくお願いしますって。朝ごはん食べる？はい、入れますよ、さっちゃん。ましたね。はい、じゃあこれ入れてあげる。はい、どうぞ。よ、さっちゃん。ここね。Thank you.
あるよ。行こうか。うん、お散歩行こう。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、涙拭こうね。先に。たっちゃんちょっと目薬さそうか。ちょっと待って、さっちゃん。分かったからね。分かった。お散歩ね。ちょっとね。ちょっと待って、さっちゃん。目薬させるここで。よし。
待ってて。こう鍵開けたままだったね。はい、どうぞ。気がつかなかった。さっちゃん。待って。ちょっと待ってて。はい、お待ちどうさま。いけるよ。どっち行く？どっち行きますか？どっち行く？どうしただけ。行きましょう。ここでいいの？待って、ちょっと顔来るけど。でも外が好きやからね。蚊に刺されないようにね。いい？蚊いるよ。ゾクゾクしてるのから。リコさんね。この塗油が積もってたんですね。この塗油からいっぱい葉っぱが溢れて、上から水溜まっても葉っぱが詰まっててね、もうだいぶ家も傷んできちゃった。住み出して30年だもんね。空き家が30年。30年、住み出して30年。立って1890年に立ったから、何年になるのかな。134年、うちが立ってね。持ってるよね、さっちゃん。よし、こっち行こう。公園行こう。行こう。おいで。さっちゃん、おいで。こっちが安全だから。こっちおいで。こっち。さっちゃん。聞かないね。
さっちゃん。さっちゃん。びっくりしたね、車ね。こっちかな。1だ1だ。高いよ。こっちじゃないか。隣だ。隣だけど、こっちにも来はるかな。こっちにも来てくれはるかな。ね、さっちゃん、そこ怖い怖い怖いけど、ババになって怖いから、ババになって道じゃなかった道じゃなかった。
たね。道路に出て慌てて広かったね。美味しいおやつ用意しようかな。
食べない？こっちに用意してあるよ。食べない。まだ行くのね。帰る。おいで。さっちゃん。はい。お家帰ろう。持ってきたのよ。帰らないから。ね？はい、食べよう。お家帰って。じゃあお家帰ろう。はい、帰ろう帰ろう。はい、お疲れ様。ちょっとまた首外してあげるから。はい、よいしょ。あ、砂で、すごいすごい。
砂だよ。砂いっぱいつけてる。はい、ゴロゴロしたからね。はい、どうぞ召し上がれ。美味しかったね。ちょっと物足りないのかな。何がいいかな。何あげようかな。消化ケアのカリカリにしようかな。はい、どうぞ。ごちそうさま。
暑いよ暑いよ、さっちゃん。ちょっとこれひっくり返すのにさ、暑いのにね、これは暑くないでしょ。それでこのポテトを、焼いたのを、こっちに移したいんだけど、
しないの？
ちゅね。太鼓ちゅね。様ね、ドーナツ作りました。それで
ハッシュポテトみたいなのしようと思ったんだけど、これが、ま、あのそういう風にならなくて、こっちがハッシュポテトみたいになりました。これをもうちょっと細かくして焼いて、あのくっつかないから、あの片栗粉でちょっとくっつけてみたんだけど、味がどうかわかんない。ハッシュポテトって後で見たら油で揚げてあるみたいなんだけど、これは焼いただけです。こっちも焼いたのみ。ドーナツから食べようかな。ドーナツがどんな味か。ふわふわ。なんかふわふわで、あのたこ焼きの関西風のだしつけて食べるのたこ焼きの雰囲気だけど、ポンテゲケーゾっていうのかな。それに似たような。